長野県庁舎は、日本の中部地方にある、長野県の政治を司る、県庁の入る庁舎である。所在地は、長野市、大浅南長野。行政庁舎、議会旨から構成される。1874年春行の、長野県庁舎現在の新州大学、教育学部キャンパスの位置に、明治7年に総工費9086円79銭五輪で、建築したが、 同41年5月10日に全焼した。焼け残った書籍庫が国の登録有形文化財に登録されている。ウィキメディアコモンズには旧長野県庁舎に関するカテゴリーがあります。長野市上山に仮庁舎を置き、明治42年に現在地に着工し、大正二年総工費十二万七千七百円で竣工。昭和十三年一月十四日。 庁舎別館から出火し、2211平方メートルを消失。建物の一部が、飯綱高原に移築され、ホテルとして利用され、その後、長野県立研修所飯綱庁舎となっている。昭和38年、庁舎の境外と老朽化のため、現在地に新築を決定、同40年着工、同42年2月6日に総工費約18億円で、竣工。 同年2月20日に執務を開始した。地上10階、地下1階建てで、高さは46.5メートル。県庁、議事堂の建築総費用は26億6000万円だった。本館棟に視聴者、東庁舎議会棟議会棟。ありがとうございます。